はいどうもこみです。さて本日はつむぎ組さんから動画をお届けしたいというふうに思います。ですね、今日の話はここですね、 CWL の LP4 さんとの対戦からお届けしていきたいんですけどもね、ちょうど今この収録をねしてる時に勝敗決して破壊率まあ1% ですよね。だからね、一つの村長がそれぞれ残って、で 99% と 98% のこの 1% 差で負けたっていうね、いやーめっちゃ悔しいっすよね。僕のチャンネルでこうつむぎ組さんの世界にまあその対する挑戦っていうかな、いうのをこう、まあ、動画でお届けしているわけなんですけども、多分ねあんまり試合のどういうその設定の大会なのかとかいうところは話してないので、わかんない方も多いと思うんですよね。まあ、なんでね、そのうち絶対こう、つむぎ組さん、準決決勝とか、そういう上のね、勝敗を決める戦いに挑むことが絶対あるので、そういう時にですね、生放送したいというふうに思ってますからね、ぜひその時には、放送に来てもらえたらなというふうに思います。やっぱね、こう、日本から世界に対してこう、戦いを挑んでいるクランさんのね、活躍っていうのはぜひ皆さんにもねこう知っていただきたいので、僕も積極的に生放送やっていきたいと思いますので、その時もよろしくお願いします。で、ね、本日見てもらいたいのはですね、ペッカスタビズですね、まあ、中華式ってやつですね。でこれ使ってる方は必ずぶち当たる問題がスパビズが仕事しない問題、これ結構こうあると思うんですよね。スパビズが仕事しない問題、僕ね、やっぱこの戦術を使う上でものすごく何度も経験していて、で、そこを今日ね、深掘って見ていきたいというふうに思います。まあ、この戦術をもう主で使ってる方は、だいぶ、もう分かってらっしゃることなのかもしれないと思うんですけども、私も含めて、まだ使い慣れてない方は、やっぱり気をつけるべきポイントですよね、があるので、そこ見ていきましょうということですね。で、今ですね、天才はライトニングで、このマルチインフェルノを潰していきますね、こんな感じで。で、ライトニングクエイクで大砲を巻き込みながら潰していって、これサイドカットを、このね、8時方面に決めながら、ペッカスパビズをここからこう流し込んでいくという感じですね。こっちはキングを入れていきます。で、今回の相手なんですけども、マルチインフェルノタワーが、ここ、このね、序盤の入り口のゾーンに3本こう立ってるんですよね。で、この3本をきっちりと処理していくっていうことなんですね。で、マルチインフェルノ、ギガテスラ、ギガインフェルノ、この辺、あとまあ、イーグローもそうかな、この辺っていうのは、ターゲットを取れない、取りにくいっていう風に言った方がいいのかな、極めて取りにくいんですよ。で、こういう施設に、スパビズがやられちゃうんですけど、今これフリーズってますよね、これ。スパビズが、やべ、体力減ってるっていう場面で、序盤に落ちないように、りょうさん、こう、フリーズでね、マルチ止めてるんですよね。まあ、カンパス入れず、キングがマルチを壊してくれたんで、まあ、結果的にはこのフリーズってなくても、スパビズは生きたと思うんですけど、でもこれ、もうちょっと遅れたらスパビズがやられちゃうんですね。で、ここからさらにこう中に入っていってもらいたいわけなんで、入っていった時にイーグル砲の着弾の周辺にいて、衝撃波を食らっちゃうとか、あとは、タウンホール13以上で言えばもう投石機に巻き込まれてドーンってやられちゃうとかね。まあそういうことがやっぱあるわけなんですよね。で、マルチインフェルノ、ギガテスラ、ギガインフェルノって、特に、ペッカとか、あとは、ババキンとか、そういう体力の高いユニットで、ターゲットを1個2個取っても、残りが、スパビズに向いちゃうんですよね。で、これを壊すのに手間取った場合に、スパビズが一気にやられちゃうっていう。で、このペッカを先行させてるので、基本的には今見てもらってるように、ペッカにヒーラーがつきますよね。ペカヒーの形になって、その後ろからスーパーウィザードが突っ込んでいくわけなんで、基本的には爆弾とか、そういう罠って、なるべくペッカが踏んで回収してくれるっていう形が作れる、まあ、この形がまず作れることが理想的であって、かつまあ基礎なんですけども、作れていてもマルチインフェルノとかはターゲットが取りきれないので気をつけろというところですね。いや、これね、まあ、言葉で言うのは簡単なんだけど、特に序盤だけ気をつければ最低限いいのかなと思います。皆さんのこうスピンを見ていって、やっぱり、ね、序盤にスパビズがやられちゃうと、やっぱりその後中盤にペッカがやられちゃうんですよね。で、一方で中盤から終盤にかけては、ペッカとヒーラーがちゃんとコラボってくれれば、後ろから来たアチャクイが、ペッカを縦にしながら前にこう進んでくれるので、割と伸びるっていうところ。
なので、あのペックアップサービスね、あの伸びないって方は序盤のスパウィズロストに結構気を配ってもらうと結果変わってくるんじゃないかなというところがね、今日お伝えしたいポイントです。でもうですね、3本見ていきましょう。やっぱね、ペックアップサービスといえば日本随一のプレイヤー宇治抹茶さんですね。宇治さんのアタックをあの見ていきたいと思うんですけども、まあ、これはね、多分クイヒーパートが上手すぎるんですね。本当ね、これクイヒーが上手い人は何でもできちゃうんじゃないかなっていう風に思わせるぐらいの、まあ、素晴らしいクイヒーパートがあるからこそ、スパビズが生きるっていうのも、まあ、確かにあるんですけど、でもやっぱりね、このルート設計ですよね、見てもらいたいんですけども、シングルインフェルノがこっちにありますよね。マルチインフェルノが2本あります。で、このマルチインフェルノ2本を、このルートで行くと、クイヒで折っていくんですね。こういう風に。クイヒで折って、こっちから、スパビズをこうね、合流させていくんですよ。この5時方面からスパビズ、主力部隊をですね、これとこれを、突っ込ましていくので、まあ、詰まるところ、マルチインフェルノをしっかりアタック、まあ、クイヒで処理できていることがすごく重要なんですよね。でもう絶対にこう上の方にそれて、このマルチが残んないように、まあ、アタックイの誘導のためにバルーンとか出して、ここのね、今アチャトを壊してましたね、こういう風に。でこういうところにバルーンを当てるとか、まあ、そういう細かい、作業をやりながらも、きっちりと、アッチャークイーンでマルチインフェルノを壊す、それからペッカとスパビズを出していくっていう、まあ、そこの徹底具合ですよね、がやっぱりそのプランディングからも見て取れるというところですね。で、投石機もね、確かにその衝撃波を食らっちゃうんですけども、マルチインフェルノよりはマシなのかなって感じがしますね。すごくまあ嫌なんですけど、マルチってもうどうにもなんないんですよね。ターゲット範囲内にスパビズが入ってきちゃったら、じりじり焼かれちゃうんで、であれば、あのワンチャン投石機だったら、こう距離取っていればスパビズやられないんで、こんな感じですよね。ほら、まあ、投石がペッカに向いてますけども、スパビズがあのちょっとしかダメージ受けないで、こう横に逸れてくれればまたダメージゾーンから外れるんで、こんな感じで投石の方がまだマシなのかなっていう。なあ、やっぱりね、中心部分にあるマルチとかこういうのをあの放置しちゃうと、スパビズがそこでガンガンやられちゃうんで、あのルート設計する場合にはしっかりそこら辺のケアですね、やっていくっていうことが伸ばす一因なのかなとね、宇治さんの攻めを見ていてすごく思ったところですね。いや、これも際どいな。アチャクイよく生きてんな、これ。ただペッカがしっかり先行してタウンホールも壊してくれの、終盤ね、これ、スパビズが3体も生き残ってるって、これもうだいぶすごいですね。あの、普通こんなに、あの、スパビズが終盤まで生き残る攻めって、あの、上手い人以外でもなかなかお目にかかれないんですけど、まあ、さすがにそこ、宇治さんですよね。あの、テクニックはやべえなっていう気がしますね。はい。もう一歩行きましょう。宇治さんのアタックですね。今日、宇治さん特集的な感じにね、若干なってるんですけど、やっぱね、この攻め上手いんですよ、宇治さんが。とにかくうまい。宇治さんって言いながら抹茶さんですけど、まあ宇治さんです。はい。宇治さんですね。で、これも、ね、クイヒーから突っ込んでいきます。で、このね、あの、クイヒーパートにちょっと話が飛んじゃいますけども、突撃艦なんでね、この金庫の上に落とすのって話なんですよ。これね、サイドカットもしっかり兼ねてるんですよね、こういう風に。あの、サイドカットをしっかりと、ね、突撃艦イエティでやるときに、金庫ってイエティが殴らない限り壊せないんですよね。イングル砲とかさ、この辺にある防衛っていうのは、ミニイエティがこう倒された時にこう出てくるこのね、あの紫のちょこちょこっとしたミニイエティが処理してくれるんですけど、金庫だけは処理できないので、そっちに、アチャクイが流れないように、金庫の真上に突撃艦を落として、イエティに殴り壊させて、で、しっかりと、アチャクイのルートを作っていくと。後ろからビザードも出してましたね、今のこっちの十字側。で、援軍も連れかつイーグル砲が壊せるって非常に美味しいゾーンなので、でそこに突撃艦を当てていくって感じですね。援軍ね、まあ、あの、スパビズ使う場合には、今、あの、出てきた、ラバーハウンドの、もうパピー含めて、結構、あの、イージーにスパビズが倒してくれるんですけども、まあ、とはいえね、あの、これがアイスゴーレムとかだともう一貫の終わりになっちゃうんで、しっかり釣って、火力の低いところで援軍処理をしていくという形ですよね。で、このクイヒーもね、ちょっとうますぎるんだな。このクイヒーができたら別にスパビズにこだわる必要ねえんじゃねえのかって思っちゃいますけどね。あの、それぐらいうまいんですけど。あの、ただやっぱり言えるのは、しっかりとですね、スーパーウィザードの、やられを阻止する。
ための立ち回りですね、そこをやっぱ中心に、まあ、この動画見てほしいんで、注目していってもらえたらなというふうに思います。こんな感じですね。ペッカスパビスを出してでルートを作っていくわけなんですけども、バーバリアンキックですね、このタンホール方面に進めていきます。これタンホールに入れるためにしっかりとアーチャー2体で、ここねカットしてるのを見逃せませんよね。こういうコストをちゃんと意識した、サイドカットをする。でそのサイドカットが決まっているのでババキンがしっかりタンホールに届くという感じですね。でこのタンホールは、スパビズが近づく前にババキンのフィストでもう殴り壊しましょうという感じですね。怖いのはここから来るマルチインフェルノ3本です。はい、トームももうこれ使っていきますね。使っていってまずマルチインフェルノ1本目をしっかりとトーム期間中に殴り壊していくんですね。これで、まず、スパウィザードを、延命させる。で、タンホールに関しては今キングがアプローチしてましたけども、これフリーズ使ってましたよね。で、やっぱりこのね2本目のマルチインフェルノにかかった時点で結構ねスパウィザードがこうやられ始めるんですね。だけど1本目とあとタンホールを壊すときにフィーズトームを使ってきっちりスパビズを守ってたおかげで、まだスパビズがだから1体ここに残ってますよね。でもね、こういう感じだと思うんですよ。やっぱね、1体ぐらいしか最後残んないですね。または全部やられちゃってもいいと思うんですけども、2本目の今、マルチを壊したところら辺が、もう完全に終盤に差し掛かるところですよね。その状態で、スパビズがいなくなるっていうのは、まあ、最低限良しなのかなと思っていて、その前にやっぱいなくなっちゃうと、結構ですね、中盤から終盤に差し掛かるあたりでの火力が不足しちゃうので、しっかりと、序盤に呪文を全部使い切ってスパビズを守る、呪文の、出し惜しみをしないってことですよね。まあ、そこがこのやっぱ、ま、宇治さんの攻めで徹底されてんだなっていうのがね、こう見ていくと本当よくわかりますね。これマジでわかります。で、ラストも宇治さん見ていきましょう。このアカウントだけなんか名前に特徴があるっていうかまあいいんですけどはい。でこれもね、タウンホールの奥はシングルで、その手前がマルチ2本ですね。どんな風にアプローチしてるかっていうと、これも食い火がうますぎる問題なんですよね。非常にうまくて、でタウンホールにも確かこれ突撃艦を投げてくるのかな、確か。ちょっと見ていきましょうかね。まあ、いずれにせよそのスパウィズを序盤に、なくさないっていうこと、まあ、そこが本当肝ですね。このスーパーボールブレーカーってこれってマジなのかなでもマジなんだろうな、きっと。おそらくここを開けることが分かっていて、ちゃんとね、投げてるので、ね、このルートって分かって開けなかったら絶対行かないルートですからね。はい、で、この中央のマルチインフェルノに、アジャクイを向かわしていこうってとこだったかな、確か。違ったかな、突撃艦。で、突撃艦で中央壊すのか。もしかしてこれ、違ったかな、フォームを使ってきませんよね。そう、中央のマルチを、そうだ、突撃で壊すんですね、こうやって。で、やっぱりマルチインフェルノ、これ真ん中にあると、これ壊しきれなかった場合に、結構、痛手を食らっちゃうんですね。そこから延々と、スパビズが焼かれまくっちゃうんで、1対10枠ですからね、そう簡単にロストできないユニットなんで、こんな感じでしっかりと、中央部分、イエティで、マルチを壊しながら援軍を追っていくわけですね。この援軍の範囲に、しっかりとスネーカーを落としていくと、マルチインフェルノがかかっていることを見逃せないって感じですね。で、ここまでしてね、中央部分のマルチのケアをしていくんですよ、宇治さん。だそれだけケアをしないと、その後やっぱりスパビズが無駄になっちゃうってことなんですね。突撃艦のコスト、まあ、そのもったいなさをどうしても考えちゃうんですけども、それよりもむしろスパビズの延命を確実にできるようなプランを使っていくって感じですね。はい、で、スーパーウォールブレイカーでここの壁を開けるんですね。そうですね、開けていって、で、そこからペッカとスパビズを一気に突っ込ませていくという感じですね。で、さっきも言ったように、投石機のターゲットっていうのは、アーチャークイーンがこう取っていれば、スパビズに一切向かないので、これでもアンパイですね。はい。で、そのまま一気にスパビズは中央外周部分は、キングとネクロバンサーという形ですね。ジャンプを使ってタウンホールをケアしていきます。呪文は残り、レイジプラスフリーズなんですけども、こんな感じで、トームを使う前にしっかりと、ね、フリーズを使って、ギガインフェルノを止め、で、ここですよね、マルチインフェルノに関しては、ペッカで殴り壊していきましたね。トームをここでちょっと温存したんだけど、多分これ最終盤の、どうだろうな、ポイズの呪文の効果にやっぱりビータで入っちゃいますね。入っちゃって一気にやられていくんだけど、でもここまでくればもう終盤ですよね。タウンホールを壊したところら辺がやっぱ終盤の入り口なんで、そこをしっかりスピーディーに、
トーム期間中にスパビットペッカで殴り壊していくタンホールで、逆かサイド裏側からこうね、ロイヤルチャンピオンを入れていくという感じで、やっぱこう見ていくと、そのプランニングの難易度と、まあ実行力のない実行の難易度は圧倒的に14の方が高いんですけども、やってることっていうのはあのマルチインフェルノのケア、ギガインフェルノのケアなんですよね。ここをだからしっかりと宇治さんケアしていくことによって、エスパビズを中盤までしっかり仕事させて、で終盤はペッカ、ヒーラー、アーチャークイーン、あとロイヤルチャンピオンも宇治さんの場合裏から入れていくパターンが多いから、まあ、この4ユニットですかね、主に。を使って、最後まで押し切っていくっていう感じの流れが、まあ、この4本の攻めから全て見て取れますのでね、ここは宇治さんの特徴的なポイントなのかなというふうに思って動画化したというところですね。すごかったな、うまかった、はい。どうでしょうか、今回ですね、ペッカスパビズですね、こちらに注目しながら、動画をお届けしてまいりました。ご参考になりましたでしょうかね。もしなったと思っていただけたらグッドボタン、またはチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、私のチャンネルこんな形でタンホール12から14まで幅広く動画を扱っていきます。クラン対戦の解説付きの動画やっておりますのでね、ぜひこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日この辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。